玉古墳公園にやってきました。ここからちょっと古墳の方まで歩いていきたいと思います。はい、ここが丸墓山古墳になります。この辺から上に向けて、星と撮影することもありますし、この古墳の上に登って撮ることもあるんですけど、とりあえず、上には登らずに古墳の左手を行きたいと思います。はい、はい、古墳の左回りにやってきました。ちょうど月と今オリオン座が見えますね。そしてこの丸墓山古墳の象徴である、一番上にある桜の木、それと今一緒に撮っています。ここのある場所は埼玉県の行田市になります。行田市はそれほど空の暗いところではありませんが、実は毎年来てたんですけど、去年までここで天の川が撮れるというのを知らなくてですね、インスタグラムでそれを見てやってきて写したところ、実際この山の、この桜とうっすらですけど天の川を、成形写真で写すことができましたので、思った以上に、星はよく見えるんだなということを、実感しました。上に登れるようになってます。この古墳はその上に登っていきたいと思います。山頂にやってきました。ここにこのように、桜の木があります。これが4月頃になると、見事に咲いて、この場所は桜の名所になります。辺りはこのように、夜景を一望することができます。ちょっと息が切れちゃいました。はい、それではもう一回、同じ階段を降りていきたいと思います。これから稲荷山古墳に向かいたいと思います。これが稲荷山古墳になります。ちょうど今稲荷山古墳とオリオン座、月が一緒になる位置を歩いています。はい、稲荷山古墳の下にやってきました。感じになってます、ね、もう一回階段が見えてきましたので、こちらを降りていきたいと思います。はい、古墳を降りてきました。振り返ってみるとこういう感じになりますね。はい、ちょうど月が綺麗ですね。先玉古墳群はこの他にもいくつもの、古墳がありますが、私がよく撮るのは、丸墓山古墳と稲荷山古墳の2つになりますので、今日はそちらをご紹介しました。他にもいろいろ古墳があるんで、いろいろ撮る価値があるというか、見どころいっぱいの公園ですので、ぜひお出かけください。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。